い、どうもビッグスイオスです。今回はですね、以前紹介した2000円3000円相当の、福袋10代入り、こちらをですね、まあ、あの前回の動画はたまたま引きが悪かっただけかもしれないのでね、今回はきっと当たりが入ってる。まあ、あの1個だけでクソっていうのはどうかと思うんでね、2個買ってねクソだったら大体クソなんで、まあ、その辺を見ていきたいと思います。もうすでにクソな予感がする。あ、でも前よりマシかもしれない。で、1台目見ていきましょう。プレマシーか MPV だかなんだかですね。まあ、こちらも、今後動画で紹介していきたいと思います。続いてこちら。日産リーフですね。まあ、あの、綺麗じゃないですか、なかなか。前回と違って、あの、傷が少ないですね、今回。続いてこちら。プレマシーでしたっけ、こちら。プレマシーじゃない、アクセラじゃないですかね。ちょっとまあいいや。続いてこちら、ビートルですね。初代ね、新しい。ちょっと傷がありますね、こちらに。まあそれは大丈夫でしょう。前回よりマシ。はい、続いてこちらミニクーパーですね。あ、これあの箱あるんで、ミニクーパーの箱ちょうど良かったかもしれないですね。続いてこちらフォルクスワーゲンのポロですね。箱が、まあここまあ持ってないんでなかなかいいんじゃないですかね。今回今んとこかぶりないですね。本調子でいってほしいですね。これカローラの握手用でしたっけ。まあこれも確かに持ってないですね。で、今回何すごい引きがいいじゃん。前回の何だったん。あ、続いてホンダフィット66番ですね。これ持ってませんね、確かに。それでこちら、あ、これちょっと残念。ここに来て被りが出ましたね。スバルインプレッサーのスポーツですね。まあこれかっこいいんでね、何でも持てるもいいと思いますよ。箱は最後かな。 箱とか全部これで最後かな。あ、アウディ A は、あ、これも持ってますね、残念ながら。あ、でもまあ今回前回に比べたらマシじゃないですか。これで全部ですね。まあ、前回のやつがクソすぎるのかもしれないですね、これは。もうだいぶいいんじゃないですか。まあこれ動画、この動画つかこのトミカの動画系は全部、後でまとめて、制作していきたいと思います。なのでミニカーの紹介についてはまた後日お楽しみにという感じですかね。まあ今の段階では1ヶ月近く先になるかもしれません。そんなわけでご視聴ありがとうございました。また次回見てください。では。